こんにちは、こじこじです。今回は秋葉原の中でも圧倒的玄人向け電子パーツショップ、電子部品屋さんの店頭で販売されている電子パーツ、電子部品が大量に入ったジャンク袋購入しました。僕が初めて秋葉原に行ったのが中3の時で、それからもう十数年、20年近く秋葉原通っているんですけども、今回初めて購入しました。こんなの買ってどうするんだろうと思っていた時期が僕にもありました。ただ今となってはコンデンサーがいっぱい欲しいとか、ロジック IC が欲しいなどなど、いろんな理由があってね、今回購入したんですけども、今回購入したもの、戦国で購入した500円のジャンク袋となっています。ちょっと500円のシールがね、大量に貼られすぎていて、なんか呪いのアイテム、呪いの呪符がいっぱい貼ってあるみたいな感じになっています。時期がいいと店頭に10個とか5個とか並んでいて選べたりするんですけども、今回はねこちら1つしかなくて、パッと見の状態でねちょっと外れっぽいなと思ったんですけども、見えない部分にね当たり商品が入っていたりするんじゃないかという淡い期待を込めてね購入しました。それではね早速開封していきます。それでは開封していく前にちょっとだけ、先ほどもお話ししたんですけども、パッと見でね 3.5 ミリイヤホンジャック系のケーブルが入っていたり、後ろにね映像変換系のケーブルが入っていたりと、電子部品、電子パーツちょっと少なめなんじゃないかって感じがするんですけども、いいものが入っていることを期待して開けていきます。まず見えていた 2.5 ミリのオスオスケーブル、ちょっとこれ使う用途がね少ないですね。 2.5 ミリのモノラルオスオスケーブル3メートル、6個目。それではちょっとね気分変えて映像系の変換見ていきます。DVI と、何これ、ちょっと特殊ですね。これなんだろう、この口ちょっと分かりづらいと思うので袋開けます。中身、先ほども紹介した通り DVI から特殊な変換となっています。インターネットを検索したところ、同様のものをヨドバシの通販サイトで発見しました。三和サプライの DIV アダプター、DFP から DIV 変換ということです。確かにこの口からこの DVI に変換しています。これ系が結構大量に入っていたので、同じものかな？お、続いてなんか違うの出てきました。オーディオ系のケーブル、RCA 6.3 ミリモノラルのオスが2つということでね、ちょっとどんな変換するのかわからないのが、はい、今回ちょっとオーディオ系とか映像系多いですね。またこれか。それでは続いてこちら。お、これちょっと珍しいんじゃないかな。iPhone4S とかの USB 変換ですね。これちょっとした時に便利そうですね。それでは引き続き何が入っているんでしょうか。おお、また同じ変換ですね。続いて、やばい、同じの入ってますね。はい、同じ変換が8個目ですね。それでは手前に見えていたこの白いの、こちらは先ほどと同じ変換する USB ですね。変換系今回多いですね。あ、まだ入ってる。これ9個目ですね、この変換。ちょっと変換くどいかもしれない。いよいよね、ここから電子パーツということで、ちょっとね、ここら辺の変換系、どかします。それでは電子パーツすべてね、出しちゃいたいと思います。一体何が入っているんでしょうか。結構、いろんな種類入ってますね。これはちょっと、嬉しいですね。本来の目的ですね。まず、先ほどと同じ変換が、もう一つ入ってた。9個 ?10 個もう同じのたくさん入りすぎですね。そしてコンデンサーですね。コンデンサーレールっていうんですかね、こういった感じで大量に入っています。容量としては 35V の47ということでね、まあ結構オーディオ系で使うんじゃないかと思います。そして今回思っていたロジック IC が思ってたよりも少ない、74シリーズのロジック IC、 こんな感じで4つ入っていました。店頭でも1個30円とかですかね。まあピンが折れてたりとかそういうことがないので、
これはこれでね、電子工作とかで使えるんじゃないかと思います。たまにロジック IC 系だけたくさん入って300円とかで売ってるので、本当はねそういうの欲しかったんですけども、今回はそういったのがなかったのが残念です。続いてちょっと容量大きめのコンデンサーですね。 250V の 470μ ということでね、これも電源系とかオーディオ系で使えるかな。まあ、ただちょっとね、あの高さが高いので、まあ、限られますね、使える場所が。さらにさらになんか、なんだろう、 LED なのかな、単価500円とか400円の商品いっぱい入ってる。これは何なんだろう、ちょっと特殊な形した、そうですね、こういった感じの、こういった感じの、まあ、LED だと思うんですけども、結構特殊な形の LED たくさん入ってますね。オレンジの袋はオレンジの LED、 青い袋は青の LED、 黄色いのは黄色の LED、 このちょっと赤っぽいのは赤なのかなといった感じ。とにかく LED が大量、もう一生 LED 買わなくてもいいんじゃないかってぐらい LED 大量に入っています。袋に入った LED ちょっとどけました。続いてこちら、チップ抵抗ですね。こんな感じとなっています。チップ抵抗使うところあるかな。サイズとか容量によってね、使えるところと使えないところがあるので、これは結構際どいかな。続いて、あー、まだもう一つロジック IC 入ってましたね、こちらですね。あとソケット、ソケットちょっとサイズ違うんですけども、はい、ソケットも入っていたりします。こんな感じですね。あ、結局欲しかったロジック IC 少なかったな。そして、あ、3端子レギュレーターも入っています。110円ですか、単価。型番 B1020B ということです。ついつい形状から3端子レギュレーターだと思ってしまったんですけども、実はトランジスタだったようです。その他なんですけども、ちょっと耐久性の高い抵抗だったり、フィルムコンデンサー、セラミックコンデンサーがちょっとずつ入ってます。本当はこの辺もいっぱい欲しかった。ただ今回なんかめちゃくちゃ LED いっぱい入ってて、もう一生ね LED 買わなくてもいい感じですね。それでは最後に LED 本当に光るのかね、いくつかチェックしてみます。とりあえず今回テスターでね、ダイオードを測るための機能を使います。こういった感じで赤色に光る LED ですね。なんだろう、これちょっと特殊ですよね。クリスマスツリーの電飾とかについてそうな LED ですね。なんかちょっと特殊系、なんか事情がある系の部品がね、いっぱい入ってるとは思うんですけども。あ、これ色変わるやつだ。色変わるやつです。色変わるやつ。特に何かで制御してないんですけども、色変わるやつ。やっぱりクリスマスツリー系なのかな。大量に余った的な感じですかね。気になるので他のも試します。ちょっとこれは面白い。やっぱり秋葉原のジャンク袋は楽しいですね。分かると楽しい。あ、これは単色のオレンジ、普通の LED も入ってますね。ということで中身こんな感じでした。電子パーツ、電子部品が大量に入っているジャンク袋、人生で初めて購入したんですけども、電子パーツ、電子部品に限って言えば個人的にね、当たりなんじゃないかと思います。次見かけたらね、また購入したいと思います。ただ、まあ、パッと見で見えていたんですけども、変換ケーブルとかに限って言えば同じ規格のものがね、もう何個も入っているので、ちょっとね規格が違ったらもうちょっと楽しめたのになと思いました。まあ、ただね、ジャンク袋なので文句は言っちゃいけないので、まあ、それはそれでね、楽しめたんじゃないかと思います。この動画が面白かった、参考になったという方は、チャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回、前々回の動画あるんですけども、まだ見ていないよという方いましたら、ぜひぜひ見ていただけると幸いです。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。